コナンさん、イエーイ。すごいな、めっちゃやつあるね。コナンさん最高、いっしゃー。じゃあ今からお化け屋敷に行ってきます。はい、皆さんこんにちは、ガクアルのやすです。石川です。はい、ということで、本日はもう早速やってまいりましたよ、コーナンさん、イエーイ。はい、ということで本日はコーナン高校さんに許可いただいて、はい、これからコーナン祭に潜入していきたいと思います。いや、久しぶりでちょっと楽しみです。はい、めちゃくちゃ楽しみですね。コーナン祭、本来コーナン祭はこうなんです。ちょっとダジャレ入ってますね。ダジャレ入ってますね。本日、コーナン祭に突撃ということで、実はですね、コーナン高校の生徒さんがアテンドしていただけるということで、はい、お二人可愛らしい生徒さんがやってきてくれます。ではお願いします。どうぞ。甲南高校2年の涼香です。甲南高校2年のカンナです。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はじゃあ甲南祭の、ね、魅力をたっぷりと紹介してもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ石川さんの方から入っていきましょうか。はい、行ってきます。レッツゴー。おすすめ何？おすすめ。お化け屋敷。いいですね。早速行きましょう。はい、どこから回ろうか。ここから屋台から。屋台から、はい、この先に屋台のゾーンがあるわけ、はい、あ、待って、なんか知ってる人がいるんですけど、あ、なんか永遠炎上時モードとか書いてるんですけど。リサだね。え、何してんの？リサやな、コーナー、リサのクラスとか何、リサは何してるの？コーナー祭では。自分は実行委員長してます。実行委員長。リサが。リサがです。マジで？できるの？え、もちろん。あ、ちょっとこれは実は今回クレイジーキャッスルが甲南祭のテーマソングを作成することになりました。おお。オリジナル曲。オリジナル曲です。甲南祭のテーマソング。はい。これ用に書き下ろしですか？もちろんです。うわ、すげえ天才、もうアーティストやん。今からコーナー祭さ、屋台から待っていくみたいなけど、なんかこうおすすめとか、あとはコーナー祭の魅力みたいなのがあれば教えてほしいんですけれども。高3の出店だったり、舞台での演奏とかダンスとか劇があるので、ぜひそこに注目して見ていただけたらいいなと思います。なるほど。コーナー祭は結構久々、4年ぶりの有観客開催。去年もあったんですけど、規模を縮小して生徒だけの開催だったので、はい、今回は大規模、過去最高の高難祭だと思います。過去最高でした。舞台はリサも出る。出ます。 OK。 じゃあみんなピースする。ありがとうね。偶然でした。びっくり。なんかわざとらしくない？びっくり。すごいな、めっちゃやつあるね。はい。さあ、ということでここはどんなコーナーですか？ここは屋台コーナーとなっています。屋台コーナー、はい、例えばこっちはたこ焼きだったり、こっちは焼きそば、あっちではチュロスなど、たくさんいろんな種類が売ってます。へえ、なんかめっちゃ美味しそうな匂いする。はい、ね、誰かちょっと 見に行こうか。はい。うわー、あ、です。え、あ、ほんと軽音部の子が声をかけてくれました。おーい。ちょっと作ってるみたいなんで行きましょうか。ゆうたさん、お疲れ様です。何作ってるの？これは今、トルネードポテト。トルネードポテト、はい、今揚げてるんで、あんな感じで、はい、時間かかりすぎて、ちょっと販売中止してるんですけど。おー、結構人気ってことね。人気です。トルネードポテト売ってます。買ってね。合ってる、これ合ってる。合ってる。もうあの動画出る頃には終わってるけど。じゃあ、ありがとう。はい、またね、頑張って。あ、元ゲリラレディオの大志くんです。クラスは何をしてる？かき氷売ってます。かき氷、はい、かき氷、ちょっと後で見に行こう。はい、
はい、ということで2人が言ってたかき氷、はい、かき氷です。江南高校で一番安いかき氷今売ってます一番安いかき氷とのことです、はい、ありがとうございます。ここではいろんな味のポテト、モコモコポテト、ちょっとここのお店でモコモコポテトっていう名前で販売してるんですけど、シャカシャカポテトとわたあめを販売しています。頑張ってます。ありがとうね、ありがとうございました。揚げパン売ってます。揚げパン売ってます。部活やってる？なんかやってないです。やってない声すげえ何部？野球部。野球部？ああ、江南高校。江南高校何年と？あ、3年生です。3年2組です。3年2組、3年2組、野球部やんね。野球部、はい、もう引退したんですけど、ありがとう、声かけてくれて、はい、そうそう。え、みんなは何してるって？焼き鳥作ってます。焼き鳥とかき氷作ってます。ちょっとクラスじゃ、はい、少し案内してもらってもいい？はい、ちょっとおすすめポイント。おすすめポイントは、まあ、おすすめ焼く、まあ、焼き鳥がおすすめです。ほら、焼き鳥屋って、はい、焼き鳥屋で焼き鳥おすすめじゃなかったら、ね、まずいよね。ありがとう、頑張ってね。ありがとうございます。どこでやってますか？4階の一番奥に。やばいやばい、人多すぎて。今からお化け屋敷に行ってきます。りょうかちゃんはお化けは大丈夫？いや、めっちゃ苦手です。めっちゃ苦手。お化け屋敷はめっちゃ怖いんです。怖い、はい。かんなちゃんは苦手です。苦手いや、なんか苦手な人いたらワクワクする。俺も全然得意じゃないんだけど。頑張ってください。ありがとう、行ってきます。なんか、なんか、なんか、流れる。え？何？あ、どうぞどうぞどうぞ。4年ぶりの、外部の文化祭なので精一杯楽しんでいただけると幸いです。よろしくお願いします。ありがとう、楽しんでます。はい、江南祭、めっちゃ賑やかなので楽しんでください。ありがとう、行ってきます。はい、先生、お名前をお伺いしてもいいですか？木村です。木村先生、先生のクラスは何をされてるんですか？アイドルをしてます。アイドルです。アイドルさんは、はい、今日はいかがですか？楽しいです。楽しい、はい、何したの？お客さんの写真撮ったりとか一緒に写ったりとかします。本当にアイドルしてる。どうですか、先生から見てミオンさんのアイドルぶりはいかがですか？もう群を抜いて抜群だと思います。ありがとうございます。人がいっぱいで楽しいです。大事。どこがおすすめだった？チュロス美味しかった。あー、屋台の？はい、ありがとう、ありがとう。ここから合流してくれた2学年の光栄です。副院長です。自己副院長、ここから一緒に回ってくれるの？はい。あ、じゃあちょっとぜひ一緒に案内お願いします。よし、じゃあ次は体育館の方に。体育館に。分かった。今日のプログラムはこんな感じです。今ちょうど1番目をやっています。 OK です、行きましょう早速。はい、
よいよ出番ですが、はい、めっちゃ楽しみます。イエーイ。調子はいいですか？いや、ちょっと暑いんでやばいかもしれないです。意気込みを一言。気づかないように頑張ります。軽音楽部による今年度のコーナー祭テーマソングの演奏です。それではコーナー祭テーマソング、オレンジハーツです。ということで、たくさん案内していただきましてありがとうございます。ありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったです。今日一緒に回ってみてどうでしたか？いろいろな学年の違いっていうのを見れて楽しかった。疲れた、疲れた。ちょっとね、人も多いしね。雨やばくなかった？どっち？めっちゃ雨降って、今もちょっとパラパラ降り始めて、急ぎましょう。いかがでしょう？最高です。最高。最後一言、この動画を見てくれてる皆さんに何か伝えたいことありますか？ください。最高。はい、ということで本日も動画のご視聴ありがとうございました。湖南高校の魅力が少しでも皆さんに伝われば嬉しいなと思ってます。ということでまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。ガクアルの SNS にも反応いただいてありがとうございます。もうこれからもぜひよろしくお願いします。ズブズブの関係で、ズブズブのアピールしていきましょう。僕たちちょっとズブズブなんですよ。ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しめました。ありがとうございます。